皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は100円ショップでの購入品を紹介していきたいと思います。もうすごいね、私が欲しかったシリーズなんですけれども、はい、まず一つ目はこちらになります。こちらのアイスクリームのバケツみたいなものを購入しました。プリントプラバケツということで、こちらは牛の絵が描かれているものと、あとはねちょっとハーゲンダッツっぽいケースを購入しました。これはプラスチックなんですけれども、こんな感じで蓋がついています。こちらは見た目もすごく可愛いし、これはスライムを入れてちょっとアイススライムを作ってみたいなと思ったので両方買ってきました。はい、次はこちらになります。こちらは緑もあったんですけど、アイスクリームカップ&スプーンということで、カップとねスプーンがセットになってるものを購入しました。すごいね、もうスプーンめっちゃ可愛くないですか。これスプーンとこちらがねセットで100円ということで買ってきました。とても可愛いので、まあ、これもスライム入れたりするのにもいいし、普通にアイスとか入れて食べるのもいいんじゃないですかね。はい、それからこちらになります。こちらはカップポーチということで、そのさっきのねアイスのデザインのポーチになります。本当にこのアイスのケースなんですけど、裏がこんな感じでチャックがあって、小銭とか入れるぐらいのケースなんですけれども、こちら買ってきました。こちらももちろんこのね牛のデザインのものもあったんですけど、私はこちらを買ってきました。とても可愛いですよね。ボールチェーンもついてるのでどっかにつけることができます。はい、それからこちらのレジンミニマグネットというものを買ってきました。こちらは3種類あったんですけれども、なんかねすごいマグネットがいっぱい新作で出てて、私はこのアイスを買ってきました。とっても可愛くて、後ろがマグネットになってるんですけれども、冷蔵庫とかに貼ったら可愛いかなと思います。はい、それからこちらのシリーズもね、まあなんか他にもあったんですけど、これが一番可愛かったのでソフトクリームも買ってきました。はい、それからこちらのアイスのマステを買ってきました。これは結構幅が太いものなんですけど、すごいリアルなアイスの柄なんですよ。余白部分が多いので剥離紙に貼ってカットしてフレークシールとかとしてやった方がいいのかなと思うんですけれども、幅が3センチで結構太めですね。なんかこちら松野工業株式会社さんなんですけど、最近動画で紹介したアイスのシリーズも松野工業株式会社さんのもので、キャンドゥで売られていたものなんですけど、今回こちらはミーツとかワッツとかで売ってるもので、結構ねアイスのシリーズ最近多いんですけど、松野工業株式会社さんから出てるアイスが結構多いですね。すごくアイス柄好きなのでとてもありがたいです。ありがとうございます。それからこのシリーズで同じアイスの柄です。こんな感じで可愛らしい柄になっています。これは6メートルですね。それからこちらのフレークシールも買ってきました。これはいろんなアイスの柄があるんですけれども、すごい可愛いですよね。5枚ずつ入ってるみたいで70枚も入っています。それからこちらのアイスのペンを買ってきました。書き心地とかそういうことよりも見た目が可愛いので買ったんですけれども、まあ普通に書くことはできますね。キャップがこうついてる感じですね。で、後ろになんとねマグネットがついてるので、冷蔵庫とかどっかにつけて使うことも可能ですね。他のアイスもあったんですけど、私はピンク系を購入しました。すごい可愛いのでインスタ映えもすると思うし、お部屋に飾っとくだけでも可愛いかなと思います。はい、ミーツで購入したものは以上なんですけれども、あとねダイソーとキャンドゥで買ったものも数が少ないので一緒に紹介しちゃおうかなと思うんですけれども、保冷剤を買いました。こちらになります。インスタにはもうね載せてしまったんですけれども、2種類あって2種類とも買ったんですけど、細長い保冷剤ってちょっと珍しいなって思うんですけど、すごい可愛いなって思って、で中のジェルがこっちがピンクでこっちが青なんですけど、東京に行く車でねちょっと暑かったのでこれをね持ってったんですけど、すごい可愛くて、こういう使用例が書いてあるんですけど、お弁当箱に載せるとねちょうど細長くてちょうどいいっていうね感じです。とても可愛いなって思ったので買ってきました。夏は暑いのでね、可愛い保冷剤だとテンションも上がるかなと思います。スポーツとかやってる方とか、こういう保冷剤とかねいいんじゃないかなと思います。おすすめです。
はい、それからキャンドゥで3つだけ買ったので紹介したいと思うんですけど、またまたアイス、もう今回紹介するもの全部アイスなんですけど、こちらです。このね、マステ素材のシールを買ってきました。こちらのシリーズ前にキャンドゥでも買ったんですけれども、こちらマステ素材のアイスの柄が出たということで買ってきました。他にもなんかね、いろんな種類あったんですけど、アイスだけ選びましたね。こちらとっても可愛くて、マステ素材なので貼って剥がすことができる感じですね。まあ、ちょっと素材は薄いので剥がすとき注意しなきゃいけないことはいけないんですけど、とても可愛いです。こちらは40枚入っているので結構量は入ってるかなと思うんですけれども、とても可愛いです。はい、次にこちらのマステになります。この間もね、セリアで買ったものを紹介したんですけど、こちらキャンドゥで売られていました。アミファさんのものなのでセリアにもあるかなって思ったんですけど、キャンドゥで売ってるみたいですね。キャンドゥだけなのかちょっとわかんないんですけど、みんなキャンドゥで買ったって載せていたので、インスタで、なので私もキャンドゥで探したんですけど、なんとこちらね、ホログラムタイプということで、ちょっとこう光ってる感じなんですよね。で、ツヤがあるみたいな感じなんですけど、この柄2種類とも買ってきました。こっちがアイスキャンディー系で、こっちがアイスクリームになります。両方とも可愛くて、こっちがね、ギンガムチェック、ピンクのギンガムチェックの字で、こっちが水色のものですね。両方とも可愛くて、結構なんかキラキラした感じなので、すごい目立つかなって思います。はい、というわけで今回は100円ショップでアイスのものをいろいろ買ってきたので紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。アイスの柄と関係ない購入品でキャンドゥで買ったものが1点だけあるので、おまけとして最後に紹介したいと思うんですけれども、こちらのしずくさんプロデュースネイルスタンププレート収納ファイルというものを買ってきました。フレークシールを収納するのにいいかなと思って買ってみました。前にね、このシリーズのものを買ったんですけど、これは何かと言いますと、スタンププレートっていうものが売っていて、プレートがあってネイルができない人でも可愛い柄をネイルで作れるみたいな感じのプレートなんですよ。で、それがいっぱいキャンドゥで売られてるんですけど、それを収納するためのファイルを作られたみたいですね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じで開けてみました。ネイルの柄でね、とても可愛いんですけど、開けてみるとこんな感じですね。これぐらいな感じで、妖怪ウォッチメダルとかも入るぐらいな感じですね。まあ、そのメダル持ったことないんでわかんないんですけど、まあそれぐらい入るかなみたいな感じですね。そのプレートを持ってる方にはすごくありがたい収納ケースかなって思うんですけど、まあちょっと違う使い道で使えたらいいかなと思います。またちょっと収納したらインスタか何かに載せようと思うので、フォローしてない方はぜひぜひインスタフォローしてください。お願いします。はい、というわけで今回は100均での購入品を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。参考になったら嬉しいです。チャンネル登録済みでない方はよかったらチャンネル登録をお願いします。高評価コメントもぜひぜひお待ちしております。ではバイバーイ。